アム、クロッシェイ&ニッティング、日本語パターンで1目、2目、と書いてあるのは、細編みのことです。この動画の最後に編み図があります。では、スタート。こんにちは、アムです。今回は、ひまわりを編みます。こちらは茎が長いので、このまま1本だけ飾ってもいいし、他のお花と混ぜて花束にしてもいいと思います。使用する糸は、いつも使っているケイトピエロさんのコットンニート S です。で、今回使用する針はかぎ針の4号を使います。そしてまずこちらの後ろ側から編んでいきます。そしてこちらとこちらと2枚編んで合わせてあります。まず後ろの額と書いてありますけど、こちらはこれになります。輪の中に細編みを10目編みます。そして 2目ずつ10回編みます。そして1目2目で10目20目30目となってます。では編んでいきます。まず、輪を作るんですけど、初めはいつものように人差し指を出して、こうして下から1回2回巻いてこちらに取るんですけど、このままだとちょっと円が小さいので、この糸を引き締めるときに少し小さいのですので、親指の先をちょっと入れて少しだけ広げておきます。で、ちょっと広がった状態でこちらに持ち替えます。そして輪の中に針を入れて糸をかけて引き出して、もう一度かけて引き出します。そしてここから細編みを10目編みます。まず立ち上がりの鎖です。そして細編みを1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そうするとここの長さが少し長いので糸を引きやすくなります。この糸をちょっと長くして、そして短い方を持ちます。そして引っ張るとこの2本のうちのどちらかが動きますので見ています。引っ張ります。こちらが動きました。で、動いた方の糸の上の方を持って引っ張ると輪が小さくなっていきます。そしてもう一度短い方を持って引いておきます。で、これギュッと引いちゃうと完全小さくなるんですけども、あんまり小さくなるとこの目を拾いにくくなるので、この状態で1目目に頭に引き抜きたいと思います。1目目はこの輪を数えず、ここから数えて1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、この目ですので、針を戻して編み糸を指にかけたら、この1目目ですね、ここに針を入れて引き抜きます。これで1段目ができました。で、2段目を編みます。2目ずつ10回です。立ち上がりの鎖が1、そしてここ根元から2目ずつ編んでいきます。1、2、これで1回ですね。で、2回目、1、2、3回目、4回目、1、2、5回目、1、2、6回目、1、2、7回目、1、2、8回目、1、2、9回目、1、2、最後10回目です。1、2、そして引き抜くとこですけども、ここは1段目で引き抜いた目で、ここが立ち上がりの鎖ですので、1目は目はここですので、ここに引き抜き、針を入れてここで引き抜きます。これで2段目ができました。でも、この後は編みやすいので、この輪を縮めたいと思います。こう引っ張れば小さくなります。こんな感じになります。で、3段目です。針を戻して立ち上がりの鎖を1目編みます。そしたら1目2目
1目2目と編んでいきます。まず根元からここに針を入れて1目、次隣に入れて2目です。1、2、これで1回目です。2回目の1目2目をします。1、1、2、3回目です。1目、次は2目、4回目の1目、2目、5回目の1目、2目、6回目の1目、2目、7回目の1目、2目、8回目の1目、2目、9回目の1目、2目、最後10回目の1目、2目。はい、これで、ここで引き抜いちゃってもいいんですけども、裏もちょっときれいにするには引き抜かないでチェーンつなぎをします。裏はどうでもいいっていう方は引き抜いてもいいですけど、チェーンつなぎですので最後のチェーンをチェーンに針を入れて2本すくって、そして一番最後のチェーンですね、そこに戻します。そうするとここがスッとつながりますので、2回やった方がまた綺麗なんですけど、まあ、大変な方もいるから、で裏で糸始末します。そして糸を切ります。これも適当なところで切っておきます。これでできました。そして、今度表側なんですけども、茶色で編んでいきます。茶色で編むんですけど、3段目までは同じ編み方です。こちらなんですけども、1段2段3段1段2段3段、ここまでは同じ編み方です。ですのでちょっと省略して3段まで編みます。3段目まで編みました。こちらと同じ編み方です。4段目なんですけれども、これとこのパーツを外表にして合わせます。で、合わせる時なんですけども、ここがチェーンつなぎで終わってますので、そこの次ぐらいですね、そこに合わせたいと思います。まず立ち上がりの鎖を1目編んで、1目目の頭に針を入れたら、こちらも2本、こちらが2本、こちらが2本、全部で4本すくって、そして細編みを編みます。そして次の目2本すくったら、またこちらも2本です。全部で4本、4本すくった状態で一緒に細編みを編みます。で、増減なしです。1目ずつ30回です。次 3回目です。3目目ですね。こことここで3、こことここで4、5、6、24目まで編みました。そうするとこうポケットみたいになりました。この状態で綿を詰めたいと思います。このくらいでいいですね。綿が入りました。そしたら今24ですので、続きあと6目編みます。25、26、27、28、29、そして30目なんですけど、今度
中心を割って今度花びらに行きますので、ここで引き抜く前に花びらの黄色に変えたいと思います。この線をきれいにしたいので、ここで黄色を引き抜きます。そして1目めの頭に引き抜きます。そして、今度花びらですね、花びらに行くんですけども、ちょっとこの図が難しいと思いますので、これでいきましょう。どうしようかな、これでいい。ここからスタートするんですけども、3目で1模様になります。ですので3目で1模様で1,2,3,4,5,6,7,8,9,10個、花びらが10枚になります。でまずこの3目なんですけど、まず立ち上がりの鎖を1目編みます。そしてこの1目めの根元、この1目めに中長編み1、長編み1、そして鎖編みを2目編んで、鎖編みの裏山に引き抜いて、でここは終わりです。で次の目で長編み1、中長編み1、鎖編み1、これを編みます。で最後3つ目は引き抜くだけです。この繰り返しになります。ですので今鎖編み1編みましたので、中長編みかけて根元に針を入れて引き出して、少し伸ばして糸をかけて3本抜きます。そしたら糸をかけて、今度長編みですので同じ目に針を入れて糸をかけて引き出して、少し伸ばして糸をかけて2本抜いて、また糸をかけて2本抜きます。ここまでできました。次鎖編み3目で、あ、2目です。1目2目、そしたら鎖の裏山に引き抜きですので、裏山の1,2、ここですね、ここに引き抜きます。ここに針を入れて引き抜き編みをします。これでここの1つ目が終わりました。今度2つ目です。長編みと中長編みを編みます。かけて次の目1,2目目に針を入れて、糸をかけて引き出したら少し伸ばして、糸をかけて2本抜いて、また糸をかけて2本抜きます。次は中長編みですので、糸をかけて同じ目に2目目ですね、2目目に針を入れたら引き出して少し伸ばして、糸をかけて3本抜きます。そして鎖編みを 1目編みます。で今度次 1,2,3目目に引き抜き編みですので、ここですね、次の目に引き抜き編みです。これで花びらが1つできました。で次はこの目にはもう何も編まないで次の目に移ります。そして編んでいくんですけど、次の目はまず鎖編みを1目編みます。そして中長編みですけども、糸をかけたら今編んだ引き抜きのところではなくて、次の目、ここから数えて4目目に針を入れます。引き抜きの次の目です。そこに針を入れて中長編みを編みます。そして長編みを同じ目に編みます。そしたらここです、鎖編みを2目、そして鎖の裏山2目目に引き抜き編みをして、ここで1つ終わりました。今度次の目に長編み、中長編み、鎖です。糸をかけたらこの次の目に針を入れて、長編み、そして中長編み、引き抜き、あ、鎖編み、そして今度3つ目ですので引き抜き編みです。この目の次のところに引き抜きます。この繰り返しです。まずもう大丈夫でしょうかね。今2つやりました。次ここに来ます。鎖をして、ここは引き抜いた目ではなく、隣の次の目に針を入れて、中長編み、そして長編み、そして鎖編みを2目編んだら裏山に引き抜く。そして次は隣の目に長編みと中長編み、そして鎖編みを1目して、次の目に引き抜き編みだけを編みます。そして鎖編み1したら、鎖編み引き抜いたところの次の目に針を入れて、中長編み、長編み、鎖編みを2目、鎖の裏山2目目に引き抜いて、今度は長編みを次の目に長編みを編んだら同じ目に中長編み、そして鎖編み1したら、この次の目に引き抜き編みだけをします。
そして鎖編みして、ここの引き抜いた目に入れないで間違えないように、次の目に中長編みと長編みを編んで、そして鎖編みを2目編んで、鎖の裏山に引き抜いて、今度はまた次の目に長編みです。長編み、そして同じ目に中長編みで鎖編み、そしたら次の目に引き抜き編みだけを編みます。そして鎖編みが1、次の目に中長編みと長編みを編んでから鎖編みを2個、そして鎖編みの2目目の裏山に引き抜き編み、次の目に長編みと中長編み、そして鎖編みを1個、これで終わりました。そしたらこことここを合わせるんですけど、ここの最初の目が黄色が目立つと嫌ですので、ちょっと一応これ切っておきますね。そしてこれ抜いておきます。この目を小さくしたいと思います。それには後ろからこうキュッと引いて、この色変えた時の茶色も引いちゃいます。そして前から見て、この今引いた黄色が見えないようにキュッキュッとしっかり引いておきます。そうすると隠れてしまいました。で、隠れた状態でちょっとこの色替えした糸同士をこれを一回結んでおきます。はい、そうするとここが黄色が目立たなくなりました。で、こちらの糸始末、最後の糸始末なんですけども、こことここでチェーンつなぎをしたいと思います。ですので最後の目に糸に針を通したら、この一番1目目ですね、ここに針を入れて、そしてこの最後の鎖編み、ここに戻します。そして戻しただけだとちょっとこの辺がゆるゆるしてますので、裏側から根元のところと根元の最初と最後を糸をちょっと2回ぐらい止めておきます。で、引いておくとここがきちっとつながります。つながったらこの糸始末なんですけども、こういうところに潜らせないで、今こう引いたのでこの中ですね、二重になってますので綿がありますので、綿の方にくぐらせます。そういう時にここに黄色が出ないように気をつけて、どっか隙間に出します。見えてないですね。で、確認したら根元で切ります。そしてこちらの2本もこの真ん中のところに糸始末をしてしまいます。ではもうですね、ちょっと一針ぐらいちょっと動かした方がいいかな。そして真ん中潜らせて、こちらに出ないようにしてください。そして根元で切ります。あともう一本ですね、これも出てます。ここ出ちゃうと汚いので、出ないように気をつけてください。どちらでいいかな、出てないですね。針が出ないようにして中を潜らせて、そして切ります。そうすると今ここにちょこちょこちょこって見えると思うんですけど、これはこちらとこちら引っ張ってキュッキュッてやって、こうやると全部隠れてしまいますので、これで糸端が見えなくなりました。これで花ができました。結構複雑に見えますけども、そんなに時間かからずできると思います。では今度葉っぱを、こちらの葉っぱを編んでいきたいと思います。こちらの葉っぱもちょっと編み方複雑なんですけども、目数少ないのでそんなに大変ではないです。こんな感じに仕上がります。編み図はこちらです。
まず鎖編みを 1,2,3,4,5,6 7目編んで、そして立ち上がりの鎖で、立ち上がりの鎖のあですから鎖編みの2目めの裏山から細編みを編んでぐるっと一度編みます。と葉っぱですね、葉っぱだからこれですね。まず輪を1個作ります。そして針を入れて糸をかけて引き出して引き締めます。ここからまず鎖編みを7目編みます。1,2,3,4,5,6,7。そしたらここの7目めの裏山に細編みを編みますので、編むところを押さえておきます。そして立ち上がりの鎖を編んで、ここの押さえたところに針を入れて細編みを1目編みます。で次は中長編みですので、糸をかけて次の裏山に針を入れて糸をかけて少し伸ばして糸をかけて全部抜きます。次は長編みを1目ずつ3回です。糸をかけて長編みを1、次の目も長編みです。2、次の目も長編みです。3、そしたら次は中長編みですので、糸をかけて中長編みを1目編みます。で最後の目は細編みです。でよくこういう楕円形の時はここ3目入るんですけど、今回は3目ではなくすぐ反対側を編みます。ですのでこの編み始めの糸は向こう側にして、同じ目に針を入れてここで向きを変えます。編む方向を変えます。そして細編みを編みます。でここが編めました。次も細編みと細編み編みますので、こことここは細編みです。細編み1、次も細編みです。で次は中長編み、長編み、中長編みです。中長編み、そして長編み、そして中長編み、そして最後は細編み1です。2目に増やしません。1だけです。ここの最後のところに針を入れて、これで1段目終わりです。で引き抜きます。1目目の頭ですので、ここですね、ここに針を入れて引き抜きます。これで1段目ができました。はい、そして2段目なんですけれども、こちらの葉っぱはワイヤーを入れないで普通に編んでしまったんですけど、そうするとクタクタしてますので、ワイヤーを入れて編みたいと思います。こんな感じにしっかりします。でワイヤーを入れる時なんですけども、ワイヤーは細いのを使いました。こちらですね、直径が 0.7 ミリでグリーンを使いましたけど、グリーンがなければ黒でも大丈夫です。でそのワイヤーをまずこれ30センチに切ったんですけども、これを編み始める前に2つに折ります。そして真ん中でこう潰しておきます。そしてからまた開きます。開いてこんな感じになるように編んでいきたいと思います。でまずこちら側から編むので、こちらですね、こちら中心からこっちはまだ編まないです。でこちらにこう合わせて、そして立ち上がりの鎖を編みを1目編んだら、根元に針を入れてまず細編みを1目編みます。ワイヤーが挟んであります。こんな感じになってます。そしたら次の目に中長編みが2目ですので、糸をかけて次の中長編みのところに針を入れて、ここで少し伸ばして中長編みを同じ目に2目編みます。ちょっとワイヤーがあると編みにくいと思いますけども、この辺で持ったりしてると編みやすいと思います。次は長編みが2目です。次の目に長編みを1目、そして同じ目に2目、細編み1、中長編み、長編み2と編みました。次は長編みが1目だけです。次の目に長編みが
1目。次は中長編みが2目です。中長編みが1目、同じ目にもう1目。そして次は中長編みが1目だけです。ここに1目。そしたら今度ここに来ます。で細編み編みます。で細編みを編むんですけど、細編みはここですね、この2本ちょっとごちゃごちゃしてますけど、この2本をすくいます。そしてまず細編み編んでしまいますね。細編み編んだら、この細編みがここに来なければいけないので、このワイヤーを引いて、この今こちらにありましたけど、この折ったところ、ここまで移動させます。こんな感じになりました。でてっぺんのところに来ましたので、そしたら鎖編みを2目編みます。ここで1、2、そして鎖の裏山、2目目の裏山ですね、ここですね、ここに引き抜き編みを編みます。そしたら今度こちらです。細編みが1です。次の細編みですので、ここですね、この2本、ここをすくって細編みが1です。でこの時にこんな感じに戻るようになっていきます。で次はまた細編みですね。次も細編み、ここに針を入れて細編みが1、ここまで来ました。次は細編みを2目編みます。ここに針を入れたら、ここに細編み2目です。1目、もう1目、2目、葉っぱらしくなってきましたね。そしたら次は中長編みを1目です。ですので糸をかけて、次の目に針を入れて中長編みを1目、次は長編み2目です。次の目に長編みを1目、そしてもう一度、もう一目同じところに長編み、次は中長編みが2目です。次の目に針を入れて1目、もう1目中長編み。あ、ちょっと待ってください。今3本作っちゃいました。2本だけ作ってください。そして1目、2目、そして最後は細編みです。ここは細編みを1目編みます。そしてもう終わりなんですね。で1目目の頭に引き抜くんですけど、1目目の頭というのは今ここに編みました。これが前段で引き抜いた目、ここが立ち上がりの鎖編みですので、ここです。すごく離れてますけども、ここに引き抜くので、離れてますけど、ここに針を入れます。すごく遠いですけどね、ここに針を入れて、でちょっとここ寄せる感じにして引き抜きます。でもう一度引き抜いておきます。これで編むのは終わりました。でこんなくしゃくしゃしてますけども、15センチぐらい残ってればいいですね。このぐらいで切っちゃいます。でこれ糸を抜いておきますね。そうすると、ここにワイヤーが入ってるんですけど、先ほど折ったここの中心ですね、ここがここなので、ここにちゃんとワイヤーの中心をあるかどうか持っていくか確認して、あったらこれを引いておきます。下の方にこの中心がずれてないように気をつけてください。そしてからこれを編み地を広げます。広げると葉っぱの形になってきますので、でこれでちゃんと形を整えてから、このワイヤーをこのちょうどピタッとなるところで押さえて、ここでクロスさせひねります。そしてずっとそのままひねっておきます。でどうせここ3センチで切っちゃいますので、こっちの辺はやらなくて大丈夫です。でここまで来たら、この編み始めの糸を糸始末をします。
裏側で潜らせておきます。そしてギリギリのとこで根元で切ります。そしてこれはどうするかというと、このままこう茎に巻きつけていくとちょっと巻きにくいんですね。ですのでここにこれを巻きつけちゃいたいと思います。それにはボンドをワイヤーの方にちょっとつけておきます。そして伸ばして、根元からくるくると巻いておきます。よいしょ。で3センチで切っちゃいますので、適当なところまで巻いたら OK です。このくらいあれば大丈夫です。そして巻いたら乾くまで置いておきます。そしてそしたら組み立てていきたいと思います。まずこのお花なんですけど、ここの中心にこれを刺したいんですけど、このままだとこの幅が少ないのでグラグラしてしまいますので、この中に折り曲げて入れたいと思いますので、だいたいこの長さよりもちょっと短めですので 1.5 センチぐらいでこの辺で曲げます。グッと曲げたらここにワイヤーをつけます。ここにワイヤーを、あ、ワイじゃない、ボンドをつけます。ボンドをつけたらこの中心に刺してこう入れます。でこの状態で乾くまで置いてください。で乾いたのがこちらにあります。で乾いたら、糸を巻いていくんですけど、まずですね、巻くときはここにボンドをつけます。根元につけて、でちょっと伸ばしておきますね。そしたらこれ編み糸をこうではなく少しこの残してここに添えます。そして下から上に、根元はちょっとここ根も、こちらに巻いちゃった場合はこう戻っていけば根元まで来ますので、根元まで巻いたら下に戻ってきます。そしてくるくるとある程度巻いて、ここちょっと汚いから隠しとこう。で巻いたら、葉っぱをつける位置をまず決めたいんですけど、あ、これはここから3センチ、乾いたらここで切っちゃってくださいね。切っちゃってください。そしてこれがこうつくんですけど、どの辺につけるかは自分のお好きなんですけども、だいたいここから10センチ近くのところにつけたいと思いますので、ここまでまずこれで巻いていきます。ですので、この辺までボンドをつけます。全部つけちゃうと作業がしにくくなりますので、使うとこまでボンドをつけて、そして持って、こちら側ボンドがついてないのでこう巻いてっても大丈夫です。で反対にこのところはもうボンドが隠れてますので、こちらを巻いても大丈夫です。でこうしてくる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 巻いていきます。そして葉っぱがつくところまで来たら、ここでちょっと
止めて、ですね、葉っぱの位置はまずここのこれを折らなきゃダメですね。前向きにしたいのでこの辺でいいかな。私はこのペンチの幅で折ってるんですけど、ここでグッとこうして折ります。こんな感じで前向きます。で、前を向かせておいた状態でここで葉っぱをつけたいと思います。で、つけるのでここのところに温度をつけて、そしてこんな感じですか。こうしてつけたいのでここを押さえておきます。押さえておいた状態でこうしてぐるっとここの根元をしっかりとギュッと巻きます。そしてここは平行に、この茎と平行にして、そして巻いていきます。ここまで来たら残りをボンドつけたいと思いますので、ボンドをつけます。で、最後までつけてこれは伸ばします。で、手が汚れたらきれいにしながらやってください。そしてこちらも巻いてありますのでボンドがつかないですので、こちらを巻いていきます。茎が長いから大変ですけどね、30センチあります。この長さはお好きにしてください。花瓶が長ければ長い方がいいし、短いところに入れる場合は短くした方がいいので、自分のお好きな長さで大丈夫です。こちらを持って回すとボンドで手が汚れちゃいますので、こちらの終わった方を回せば指が汚れないで巻けます。これもね、慣れないと巻きにくいと思いますけど、何本か巻いてるうちにできるようになると思います。隙間が開かないように、なるべく重ならないように気をつけて巻いていってください。なんか指がつってきたよいしょ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 。で、最後まで巻いて、そしてここで切ります。これで完成です。はい、こんな感じでなりました。それほど複雑ではないので、ゆっくり作れば大丈夫だと思います。ぜひ作ってみてください。お疲れ様でした。チャンネル登録をよろしくお願いします。